ようこそ円山動物園へ。ここ円山動物園ではエゾシカやニホンザルをはじめとした日本のかわいい動物たちから、普段は見ることができないキリンやダチョウなどのアフリカに生息する仲間までたくさんの動物を見れるんだ。円山動物園を10倍楽しめるおすすめスポットを紹介していくね。丸山動物園に来たら欠かせないのは、今大人気の動物アジアゾウ。2019年の3月に札幌に来た元気なゾウさんを見ることができるんだ。建物の中ではクイズや巨大モニターが楽しめる屋内展示も充実。外でゾウさんを見た後にもっとゾウさんのことを知りたい人はぜひ中に入ってみよう。ホッキョクグマ館では元気に泳ぐアザラシホッキョクグマを見ることができるんだ。見どころはなんといっても水中トンネル。水槽に囲まれてまるで自分も海の中にいるみたい。運が良ければホッキョクグマとアザラシが近くで泳いでる姿も見れるかも。子ども動物園では羊やニワトリ、ビーバーなどの動物たちと直接触れ合うことができるんだ。みんなは羊に触ったことがある？モフモフを体験しよう。丸山動物園ではその他にもたくさんの動物たち、記念撮影のコーナー、動物に詳しい飼育員さんやボランティアさんから直接動物のことを教えてもらえる機会がたくさん。みんなたくさん見て、たくさん遊んで、たくさん勉強しよう。会いに来てねー。